第一部では皆さんまさに古典の世界にこう浸っておられたと思うんですけれども、ここからはこういきなりちょっと現実の正反対の数字の世界にちょっとお連れすることになります。心苦しいのですが、どうぞお付き合いください。とシンポジウムでのパネルディスカッションに先立ちまして、ごく簡単ではありますが、皆様と伝統文化の現状を客観的な数字から把握していきたいと思います。お手元に簡単な資料を配布しておりますので、そちらと合わせてご覧ください。いきなりデータが出てきたんですけれども、伝統文化の現状を知るために、今回資料をいろいろと探したんですが、実はその資料というものが他の分野に比べまして圧倒的に不足しているというのがあります。その一部なんですけれども、余暇活動を調査したレジャー白書という資料から一端を知ることができますので、それを見ていきたいと思います。このデータは伝統文化への参加人口を表したものです。ご覧のようにどの領域も参加人口が減少していることが分かります。ポイントが見えますでしょうか。特にですね、この紫色の書道は実はすごく参加人口が多いんですけれども、およそこの20年ぐらいで半分ぐらい以下に減少していることが分かります。またお茶ですとかお花といったような分野も大変減少していることが分かります。生活文化に近い領域の伝統文化というのは参加人口が多い一方で、その下落が激しいということが分かります。一方でこちらなんですけれども、邦楽や民謡といったようなもの、そして日本舞踊に関しては、もともと参加人口が他に比べるとそんなに多くないんですが、下落少しずつは減っていますが、その下落率はこちらほどではないということが分かります。つまり邦楽とか日本舞踊というのは、参加者が比較的長く参加し続けていく傾向があるということが分かります。今度こちらの資料は伝統文化の市場規模を表したものです。今度市場規模で見ていきますと、順位を逆転しておりまして、茶道や華道といったようなものが一番市場規模としては大きくなります。そして先ほど参加人口では一番多かった書道は市場規模でいきますとさほど大きいものではないということが分かります。しかし茶道とか華道に関しましては一時期大変上がっているんですけども、その市場規模の縮小は大変激しく、このピーク時から比べると半分ぐらいになっているということが分かります。このように先ほど見ていただいた参加人口と市場規模では順位が逆転しているということや、参加人口ほど市場規模は縮小していないということを考えると、1人当たりの参加者が払う金額というのが増えているのではないかということが推測できます。次に伝統文化を受け継いでいくということを考えると、その受け継いでいく担い手がきちんと伝統文化で生計を立てていくことができるということが非常に重要になると思います。そこで実演家を対象とした調査を見ていきたいと思います。これは2000年に行われた実演家を対象とした調査のうち、実演家の収入源の内訳を表したものです。とこちらを見ていただきますと、いわゆる講演活動での収入と教えるということでの収入とその他という部分を抜き出しています。と複数回答ですので、これら合わせたものが100になるということではありませんし、他にも項目がありましたので抜いている部分もあります。ここで見ていきますと、例えば邦楽の場合、講演活動で収入を得ているという割合は 20% と 2.6%、一方で伝統演劇の能楽ですと 32.8%、 日本舞踊に至っては 6.6%、 大変低い数字になっています。これを西洋音楽の領域とちょっと比べてみたいと思います。組織で活動していくオーケストラというのは、基本的に講演活動で収入を得ることができるということが分かります。さらに、ソロで活動している西洋音楽の人々というのも、
も公園による収入というのはさほど多くなく 20.3% と 12.9% ということが分かります。でこれらの数字を比べると日本舞踊の公演による収入源収入というのが大変少ないことが分かります。次に、まあ、公演活動と同じくらい重要になる教えるという活動での収入について見ていきます。こちらは邦楽能楽日本舞踊で見ていきますと大体 30% ぐらいなんですが、日本舞踊の場合はこの比率が大変高いということが分かります。一方西洋音楽を見てみますとソロで活動している方の方は 54.7 と60で約 60% ぐらいで、この数字が大変高いということが分かります。では教授活動、教える活動や講演活動以外で得ている比率はどうなのかということを比べますと、これが西洋音楽とでは大変差が出ています。邦楽ですとか 50% とか 65% とか 43% という高い数字、一方で西洋音楽ですと 10% 台で収まっているということから、伝統文化の場合はこのその他の収入に頼っている人たちが大変多いのではないかということが分かります。今度伝統文化に限って2000年と2014年の数字を比較していきたいと思います。公演などで、こちらが2000年のデータで、こちらが2014年のデータです。公演活動等で得ている収入の比率を見ていきますと、2014年は邦楽に関しては 20% ぐらいから 13% ぐらいまで落ちているということが分かります。一方で日本舞踊はわずかながら上がっています。次に教える活動を見ていきますと、邦楽はその割合が大変高くなっています。そして日本舞踊でもその割合は上がっています。その他の活動で見ていきますと、邦楽の場合は約 50% とか 65% で、これらを足すと 47.4% ですね。なのでわずかながらその他の数字というのは減っているということが分かります。でこういうふうに見ていきますと、例えば同じ伝統文化の中でも能楽でしたら講演ですとか教えるという活動で基本的な収入を得ることが可能ですけれども、邦楽とか日本舞踊ではそうではない側面があって、ジャンルによる差があるということが見えてきます。伝統文化の場合、教えるということですとか講演ということを考えますと、弟子が多いか少ないかということが大変重要なものになってきます。で弟子に関してはほとんどデータがないのが現状なんですけれども、上方芸能という専門雑誌が行った日本舞踊の弟子に関するアンケートからデータを見ていきたいと思います。と上のラインが2014年のもので、下のラインが2004年のものになります。2014年は20人以上弟子がいますと言った人の割合というのは30% ぐらいですね。で一方で5人以下というふうに答えた人が2004年よりも増えていることが分かります。でこのように2004年と2014年を比較すると、弟子の数、一人当たりの弟子の数が減っていっている可能性があるということが分かります。それに対して下の欄なんですけれども、これは弟子を獲得する活動を積極的に行っているかどうかを聞いたものです。2014年の方が弟子が減っている傾向があるにもかかわらず、積極的にしているというふうに答えた人は2004年より少ないということが分かります。これらのデータをまとめていくと、参加人口ほど市場規模は縮小していないということが一つ言えます。つまり先ほども申し上げたように、参加者1人当たりの支払う金額が多くなっていると。つまり伝統文化を楽しめる人とそうではない人の差がどんどん拡大している可能性があるということが言えます。そしてもう一つ、ジャンルでも収入源の比率に差が生じているということが言えます。教える活動とか講演が主になっているもの、もしくはそうではない活動が増えているものということがあります。さらに弟子の数っていうところを見ていくと、担い手の間でも差が生じているということが言えます。一
人当たりの弟子の数が減っている人もいれば、多くの弟子を持っている人もいるということにが言えます。つまりジャンルや担い手の間で二極化が起こっている可能性というのが示唆されます。最後に問題提起としてまとめたいと思います。今後伝統文化が発展していくために考えなければいけないこととして、参加者を増やしていくのか、一人当たりが払う金額というのを増やしていくのかということを考える必要があると思います。もしくは両方をやっていくのか。ただしその際に気になることとしては、参加者を増やしていく活動というのと、一人当たりの金額を増やしていく活動というのは一時的には異なっていきます。参加者を増やすためには分かりやすくですが、金額を上げていくということを考えると、より専門的に深くという活動、この2つの活動のバランスをどう取っていくのかということを考えていく必要があると思います。さらにこういったことを追求していくと、どういう人々に何を伝えていくのか、伝統文化に触れたことがない人、精通した人、それぞれの視点に合った伝統文化の深さというものを伝える必要があると思います。そして伝統文化全体としては、ジャンルや担い手の差をどのように考えていくのかということも大事になります。多様性として多様なジャンルがあるという方がいいのか、それとも競争が起こってある程度担い手が少なくなったり、ジャンルが減っていったりするのは仕方がないというふうに考えるのか、こういったことを実演家一人一人で考えていくのではなく、伝統文化全体で考えて、どのような世界を私たちが作っていくのかということを議論していく必要があると思います。具体的なお話に関しましては、シンポジウムの方で登壇者の皆様からお聞きできればと思います。ありがとうございました。